じゃあ、AI 作成画像で曲名当てるクイズやろう。え？やろう。おぉ。はい。はい。お絵かきバリグッドくんって知ってる？最近入れました、LINE。あ、入れた？うん。文章を入力すると、なんか絵をこう、うん。ピッて出してくれるやつです。文章に合った画像を AI が自動で作成してくれるサービスなんだけど、はい、そこに曲の歌詞を入力して画像を作成してきたから、あ、題名じゃなくて、歌詞を入力して画像作成してきたから、その画像を見てどのバンドのなんて曲名かを当てるっていうクイズ。めっちゃむずくないですか？めっちゃむずいと思う。まぁちょっと例見せますね。あのバンプの天体観測だったらこうなりますよっていうのを見せる。これ左から順に午前2時踏切に、踏切感ない。でこれが望遠鏡を担いでた。担いでないですね。担いではないね。だからちょっと AI だからこういう感じになってる。そういうことですか。ベルトに結んだラジオ。ワードでしか多分あれですね、じゃあ。そうだね、ワードだけだね。で最後雨は降らないらしい。降ってるよね。めちゃくちゃ降ってます。土砂です。でこの画像を見てるだけを見せるから曲名を当ててほしい。これ分かる人いたらすごいですね、今ので。そう、これだから多分かなり難しいと思ったから、答えになる曲は有名な曲にしてあります。はい、はい、でまずバンド好きなら知ってると思う、間違いなく知ってると思う。じゃあ3問あるから、はい、1問目はサビと A メロを画像にしてきた、はい、サビと A メロ、サビから始まって A メロ、サビ A メロで、サビが4枚 A メロも4枚、サビから始まる曲で、そう、サビ4枚 A メロ4枚合計8枚見せるから当ててみて、はい、で2枚ずつ見せていく。あ、でその2枚ずつ、そう2枚ずつ見せる、サビ2枚サビ2枚と、そうそうそう、サビ2枚、はい、サビ2枚、はい、A メロ2枚 A メロ2枚。これ犬、犬ラン、いやこの段階じゃ分かんないか、全く分かんない。でもこれもういきなりサビだからね。サビで犬が出てくる曲ってこと？それは分かんないけど、うん、この犬が何をしてるかとか、まあ、この雰囲気とか、全然分からんもん、分からない。でも2枚目もまあヒントだけどね。月の下で走ってますね。うん、じゃあ次サビの2回目ね。はい、は全然わかんないですね。わかんないか、うん、この女の人もわかんない、見ても女の人わかんないですね。そうか、わかんないか。これやっぱちょっと難しすぎるか。これでサビが終わり。へ、何なのかもピンとこない。何にもピンとこない。本当に。だってこれ成立してないから、もしかして。成立してない。難しすぎる。これはマジでわかんないです。まあでもまあもうちょっと見ていこう。はい。A メロいきますよ、じゃあ。はい、はい。A メロ入っていきます。はい。この英語は関係あるんですか？英語はまあ、入力した通りに英語は出てきてる。今回出してるのは全部邦楽のロック。でもこの英語はその歌詞ってことですよね。そう、日本語で入れた歌詞に対してこれが出てきてる。はい、ちょっと待って、これむずいか。バラがあるから、でもバラ、バラ色の日々か。正解。正解。あ、そういうことか。そう、答えはイエモンのバラ色の日々。最初から見ていこう。あれ、うん、最初から見た時にこの犬のやつ追いかけても追いかけても、でこれが月のやつが逃げていく月のように。そうで、これ足っていうよりかは指と指の間をすり抜ける。違う、分かんない。でこの女性がバラつけてるから、これバラ色の日々を。いや分かんないよ、分かんない。絶対は俺最初なんかラルクの曲かなとか思ってた。確かにちょっとラルク感ある。ラルク感あるタッチだね、うん、でなんかね、個人的にはこのバラが2連続してるっていう点に注目してもらったらいけるかなと。まあ確かにそれで分かったかもしれない。そう、この2枚目のバラはバラ色の日々を君と探しているのさ。でこの if なんちゃらかんちゃらっていうのは、たとえ行き場所を失ってもとか、そう、世界が行き場所を失っても、はいはい、でこの後まあもう投影してなかったけど、これも分かりやすいかと思った。スパンコール、ああ、汚してしまったスパンコールを集めて真冬の星空みたいに輝かせよう。ああ、確かにそうやって言われるか。そうやって言われたらね、うん、惜しいですね、これ。惜しい。え、企画として企画として惜しいか。まあ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 、実験企画ってことで。そうですね、うん、やっていこう。
2問目はサビっぽいとこから始まって A メロ。ちょっとサビとはなんか言っていいか分かんないけど、サビっぽいとこと A メロ、でサビっぽいとこ3枚、はい、で、A メロが8枚、合計11枚用意してきた。で、もうサビっぽいとこ3枚を同時に、キリがいいんで、もう全部3枚同時に見せます。はい、で最初の3枚はこちら。フルーツ。フルーツ。フルーツなの。フルーツ。この AAA とか M あるね。これも意味ある。AAA 意味あるね。歌詞、これが歌詞ってこと。歌詞を入れたらこれが出てきました。まあまあこの段階ではね、まあ、また何残っちゃわかんない。まあ、全然。ああ、じゃあもう次行こう。じゃあ次 A メロ2枚見せていきます。どうぞ。半袖、半ズボン。半ズボンと長ズボン。そこ気にしなくていい。この男と女っぽいやつが話してるっていうのが大事です。そうだね。ジュース飲んでる。そうだね。ジュース、うん、フルーツジュースってことです。まだわかんないか。全然わかんないですね、今のところ。じゃあ次行こう。で、ここも A メロです。これは一体何マンスインカム。まああんまり数字にはこだわらないでほしいけど、うん、まあこの画像には一応歌詞の意味は反映されてると思う、なんとなく。またジュース。ジュース、わかんない。わかんないか。まあまあ、あと4枚あるから。はい、次の2枚、これ。この黒いやつは何ですかね。爆発してるってこと。わからないけど、まあ何かこの雰囲気かな。黒いね。うん。え、ジュース、サム、ソンソン、スンスン、なんていうの。わかんない。ソネソネ。でもまたジュースなんだ、しかも。うん。ジュース。君にジュースを買ってあげるだ。正解。正解。だからアンアン。そうそう、アンアンアン。アンアンアンの A なんだよ。振り返っていくと、まあもう分かってると思うけど、グループ魂ね。グループ魂の君にジュースを買ってあげる。はい。君にジュースを買ってあげる。1枚目。はい、で、この2枚目が、アン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 。で、3枚目が、あ、サタデーナイト。今日はウキウキ初デート。あ、そういうこと。君にジュースを買ってあげる。これは月収10万以下だけど。あ、そういうこと。そう、AI がだから10万を勝手に100万っていう風にしてるけど、で、君にジュースを買ってあげる。時々暴力振るうけど。あ、そういうこと。時々暴力。それが AI が暴力って判断したらあれなんですね。AI の中の暴力。へぇ。たまにジュースを買ってあげる。で、最後。うん。そういうことか。で、最後、登場しなかったけど、食事は君が払いなよ。食事してる画像だね。ああ、そういうこと。うん。で、最後も、僕はジュースを買ってあげる。なるほどね。じゃ、最後は、A メロと B メロ。A メロと B メロ。うん、はい。で、A メロが8枚。はい。B メロ2枚。はい。合計10枚。こちらも2枚ずつ見せていく。はい。あ、なんか、足止まかな。足止まっぽい。銀河、地図。地図。銀河、地図。まあでもわかんないか。全然わかんないですね。じゃあまあ次行こうか。え?ハート。ハート。島。正解。島に人がいる。確かに人います。うん。人がいるんだ。うん。いや、ほんとにわかんない。わかんない。なんか。じゃあ次行こうか。次もまだ A メロ。はい。これは歌詞ではないですね。歌詞ではないね。わかんな。でもなんかそれっぽい英単語が入ってるようにも見えなくもないな。へえ。うん。紙。紙。紙。文字書いてあるけどね。うん。なんとか何にもわかんないですね。何にもわかんないな。うん。A メロ最後。はい。塞ぎ込んでる。この英語はまた関係はない。英語は関係ないかも、ね。関係ない。うん、あんま関係ないかもね。わかんない。じゃあ、最後、B メロ。はい。うん。犬ですか、これ。犬だね。これ犬は関係ある。犬関係ないね。関係ない関係ない。それはわからんか。それはわからんか。これ何が関係あるんですか。まあ、歌ってるのかな。歌ってる、歌ってて楽器奏でてんのかな。へぇ。
全然わかんないか。これはマジでわかんない。わかんないか。これはもうじゃあ答え言おうか。これは、モンパチの小さな恋の歌。ちょっと振り返ってこう。もうピントすら来てない。ピントすら。まあ、広い宇宙の数ある一つ。青い地球の広い世界で。あー、なるほどね。これわからんか。小さな恋の思いが届く。小さな島のあなたのもとへ。ああ、本当に小さいですね。そうそう。ちっちゃいでしょ。この島。一人用サイズだから。これがちょっと、もしかしたら気づけたかもなと思ったけど、むずいか。で、あなたと出会い、時は流れる。だからここ、ミートっていう単語が入ってるように見えたんだよね。あ、これミートなんだ。メメントかと思って。クリストファー・ノーラン。で、これは。手紙。そう。手紙。思いを込めた手紙も増える。あー、ここが難しいんだよな。いつしか二人互いに響く。だからこれ響いてる画像だった。これが響いてる。そう、これ響いてる。で、これ時に激しく、時に切なく。悲しい。なんかすごい絶望的な感じですかね。あー、ちょっと激しさが出てなかったかな。うん、で、最後、響くは遠く、遥か彼方へ。これ？そう、これ。これあ、この距離感だけ見ろってことだな。そう、これ距離この犬同士の距離感を最後、優しい歌は世界を変える。あー、歌、あー歌、ね、ちょっとこれむずいな。早急に改善してまいります。曲名でやるか、次はね。そうですね。ちょっとね、歌詞じゃきついってことが分かる。マジで